やっていきまーす確かこの次ってあの目玉の片目を閉じるのがいい的なやつじゃなかったっけ片目閉じればみんなの顔が浮かぶよな片目を閉じるやつじゃ <laughs> えーとねどっか普通に動いてるやんお,前おい目玉お前 お前目玉親父よ、お前。何、来るみたるの痛いし、語りかけてんだよ、お前。おい、来たろわしも魔女のお家ってゲームに出てきたぞそういうゲームじゃないから、お前。開かれた目が壁に抱えている。どっか一つ目が閉じとるところがあったはずないよな。あれ今回全部開いとんか。あどういうことかな ちょっと待って。えー、どれが一つぐらい閉じとるだろう、お前。<laughs> それとも何かどうにかして、この目のどれか一つ閉じてください、みたいな、そういう今回はそういうギミックか、お前。なんだ目玉にマスタードぶち込んでやればいいのか、お前。マスタードってアイテムどっかあるんか前作だったらさ、確か、ここだな。この、確かこっち側が、の目が閉じとって、 ここだけで見れば、明るい部分だけで見れば、あの、片面奏で取るように見えるってことで、正解だったんやけど。一応、前作、一応、おさらいということで、あえて、リメイク前でも死ぬ方法へ入っていきたいと思います。コン、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 こんにちは。<laughs> 一応、こっちも見ときまーす。 ガーそういう知り方なんじゃじゃあ何ですか何かアイテムが足りないというのですか全体的に調べていく必要があるのですか面倒ですね。あえっえっここっちにも目あるの <laughs> あ、こっちにも目あんのね。あ、こっちにも顔あったんじゃ。<laughs> あー、なるほど。ゲーム的には四角やけど、確かにヴィオラちゃん的には見えとるはずのところなんだろうな。こっちに口があって、ポコンじゃないわ、お前。何 <laughs> がポコンじゃん、お前。<laughs> ゲームのシステム音です。えーっと、こっち側、対照的にあるんか。反対側にもあるってことか。あ、閉じられた目あるわ。 ってことはここ、ここここか片目閉じ取る顔って。<laughs> じゃあ、ここ入っていいんじゃないかのえあ、目にどう、目をどうこうするとかそういうんじゃないんかなないんじゃ。<laughs> あ、そういうことか。四角にあるってことか。なるほど。やったぜ。よっしゃあ起きた。こう、四つの音を鳴らすとこやな。い、yeah! や 切な気をつけてよお前、俺と一,一緒の挨拶するな、お前。この会話、静かだねー <laughs> 来たな、音鳴らすとこだな、ここ。よう、兵隊さん。久しぶり。えーこっちから入ろうか。えこっち入れんのか。あれ、前作でこっち入れんかったっけこっちも入れたと思うんやけど、カボチャとか置いとったよな、確か。こっち。こっち、こっち。 か鏡には両目のない自分が映っている。ああ、どうしたん目取り除いてなんだこれ目を取り除く。金髪女の子が目を取り除くとか、殺戮の天使なんやけど。いけ、うさんいドクターに目奪われた後のカニになったらやん、お前。これ、マトの絵だから。殺戮の天使じゃないからな、お前。あ,あそうじゃ。鳴らせよったわ。鳴らせよったわ。開幕鳴らせよったわ。 けどさ、確かさ、何の工夫もせずに鳴らしたときってさ、ここ、入り口出たときに待ち構えとんじゃなかったっけアクューンですよね。ほら、ネジかけとうって言うよ、ほら。確かこのネジをさ、取り付けて鳴らさんかったら、不協和音鳴らすじゃんよ。これ結構いいような、これ鳴らしたら鳴らしたでさ、 そんなに悪くない音の気がするんやけどさ、多分あれなんだろうな。あの、格付けチェック的なやつのレベルでさ、違いがそんなにないやだろうな。<laughs> 1個100円の100均のオルゴールと10万円の高級オルゴールの差ぐらいなんだろうな。そんなに聞いてもさ、わかる人にもわかるぐらいのやつなんだろうな。<laughs> 結構綺麗な音やもん、こっちやって、ネジかけとっても。わかるんだろうな。あの兵隊は結構超一流芸人やけん。わかるんだろうな、あの兵隊は。 こっちはおーあらまぁ、あ、あらまマ、あ、ごめんねごめんねなんか知らんけどごめんね何もやってないけどごめんね手に入ったなんか手に入ったこれ小さな玉あ瞳おい瞳玉じゃん玉 <laughs> やけど玉やけど玉じゃなかったっていやつやから夢だけど夢じゃなかったみたいな感じなの <laughs> ジブリ <laughs> えーっと、両目の眼球。眼球で入っちゃったよ。いいのか、眼球なんか手が入っても、お前。そういうゲームな、今回。そういう感じなの、お前。ちょ、ある病気の話はいいや、もう <laughs>。明かりつきはない。バラの花。ほいほい。こっちは何もないかな、もう。眼球で入ったけど、何に使うの、これ。 とりあえずこっちはだいたい調べたかな次上やなんあ顔がある女性の首がかだ花瓶に飾られている両目がないえこれはさっきの瞳のやつじゃない茶色の瞳に入れたやつじゃないでもこれ茶色か一応はめこもっちゃはめこむんやるけど でも確かこの辺にあれやな、瞳の研究とか予報なかったっけあ、あったあったあった。はい。瞳の色は人によって違うものでやすが、この辺は一緒かな。で、こうやってこうやってこういうことだから、みたいな。うん。えっ、ー、と、銀色の紙が赤い瞳、茶色、もっとるやつやな。の瞳を、金髪か赤色。けど、金髪って確かあれやな。ビオラちゃん金髪で緑の目しそうよな。 ってことは、これに照らし合わせて、茶髪は赤でいいんじゃ。茶髪、ちゃうな。<laughs> 赤い髪が茶色の目なんじゃ。ってことは、もっとうやつこれでいいんじゃ、これ。はいあげる茶色の瞳を押し込んだ。どうした吐き出した。長 <laughs> 吐き出したぞ、お前。激 <laughs> 日のパン食べたやつの残りか、お前。兵隊のネジ兵隊のネジって言ったら、あれじゃない。 こいつあああ,あ,あれちょっと一つ火がついとんな。まあいいや。えーっと、これちゃうんかな。えじゃあなんだろう。まあ、でもネジって言うたらさ、確か前作じゃあ,あれやな。こいつにネジはみ込むよったよな。てかこれネジが欠けてるって言うたもんな。これじゃこれじゃ平ヘイテのオルゴールだったんだよこれ。 ネジって兵隊のネジが足らんかったんだよ、これ。ならあ、やっぱ変わらんわ <laughs>。<laughs> やっぱー、違いが分からないですね。やっぱり違いが分かりませんね。<laughs> よっしゃー。これで忍い者。うわあ、あかん バーガーバーガー <laughs> らせろバーガーお前 <laughs> バーガーお前 <laughs> よっしゃ他のところ調べていこう。えっ、ー、とね、こっちもまだちょっと光っとるけど、スルーしてるなこれ。破 <laughs> れたページの切れ端。はい。4人の女性は瞳を奪われてしまった。瞳の所在について以下のことが分かっている。これなんかリメイク前にはなかったな。赤色の瞳、青色の瞳。 腐ったもの緑はバツバツ <laughs> ビオラちゃんの目のやつじゃこれ <laughs> なんかビオラちゃんの目玉のやつだけなんかすごい,い返さないぞみたいな感じで言ってくる気がする茶色の瞳は赤い箱の中ああったなそういやそういやピョーンってできたやつあれ赤いや白やけど白やけど血がべったりついとったき赤って言いたいかな <laughs> そういうことかな <laughs> 元白は赤やつだったきな 何々が弾く必要はない。これはお前が弾く必要はないってやつだな、これ。これの話やな。一応これやっとこうかこれ一応やっとこうか。嫌がもない人もおるかもしれませんからね。これピアノをね、えー、弾こうとしたらね、ダーンって弾かれる、弾き込まれるんですよね <laughs>、うん。吸引力の変わらない、ただ一つのピアノだ。やけん楽譜がいるんよね、確か。 その楽譜がいるけん、鍵かかっとる、こっちは。な。4人の瞳を。4人の瞳。あ、4人分の瞳があるんかな、これ。で、多分、これみたいになんか、集めていくんかな、もしかして。わからんけど。あ穴どうしたどうしたうわー、なんか、 こういうビリのおもちゃで背中って言ったらなんかゼンマイのなんかそういうのを思い浮かぶんやけどそういうのあるんかななんかそういうのがありそうな気がするんやけどこっちまだあかんよねうん。 止めれるんじゃあっ、えっネジ引きこるみたいやけど。え、待って、これ、あれじゃないこれさっきのは何差し込むんかな兵隊のネジっていうからには、なんか兵隊のなんか。はめ込んだー <laughs> ああ、あーこれネジ再利用すんのね。え、お前のネジでもあるんじゃ。なぜ,なぜか、オルゴールと互換性があったんじゃ。<laughs> え、で 何かあんのネジついてますねあ右とかに回せるんじゃ左に回したり右に回したりとりあえず右利きがけ右に回してみようかうわっ <laughs> いきなりどうしたんあもしかしてこれあれじゃないえっ、ー、と左に回してこれもしかしたらこれ 扉突き破れるんじゃないのこれ扉突き破る鍵とかいらない。扉突き破れるんじゃないのレンボーシックスチーズ的なやつじゃないのお前。扉つ。ね、<laughs> あ、間違えた。ここで撃てば、なんかお、扉壊せるんじゃないかなおいよっしゃ思った通りじゃん、お前。それだとちょっとビクってなったらちょっとかわいいよ、君。<laughs> えーっと、じゃあ、こっちも調べていって、百合の花。楽譜は青い目が。青い目あ、まだこいつ。金ぽえ、黒ってね、何の色、目の色なんなんだろう。ちょっと確認しとこう。黒い紙のやつ。じゃあ、こっちもやこっちこっちえーっと。 銀が赤だろ銀の髪が赤い目だろで、金髪が緑で、茶色が赤って分かったけん。青じゃんじゃあ、青い目はっていうはこいつのこと、青い目をしたって、この黒い髪のやつの女のいいこと言うんじゃ。はぁはぁはぁ。で、えっ、ー、と、青い目がだな。えっと、楽譜は青い目が見つめている 確かさ、リメイク前は、ここをこう見たら、これ、亀裂がある。亀裂だけなんかこれ、あやになんかあるとかじゃないんかなまだレインボーシックスシージみたいにここつ突,き突き破れたりするんだな。<laughs> あがま、だからレインボーシックスシージ最近好きやけんさ、そういう発想しか思いつかわんやもん。<laughs> あん、くすかったこっちゃ。 リメイク前は腐ってなかったと思うやけどな。なんか、オレンジだったと思うやけどな。あ、僕、<laughs> 腐ったって言うのが分かるような効果音つけられてるわ。<laughs> ティーカップ、あ、目玉。こっちにもあるね銀髪、銀髪って何やったっけちょっと待って、銀髪って,、ね、あ銀髪って何やったっけ目の色何やったっけワスターだ。 えっと、銀、だからこっちないし <laughs>。こっちないよ、まあ、えー、銀はあ、赤い目。赤い目の赤いお耳の銀子ちゃん。赤いお目目の銀子ちゃん。目玉を取られてさ、大変ってね。赤い目があったらこっちに渡す感じ。叩く。叩く。 髪切れ目はつかない赤いの下あった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 つかんあつかないみたいな形のよってやつあったな覚えとるなんかそれは覚えとるぞこっちじゃこっちじゃ白い器の中白い器これ赤い <laughs> これ読みたらこれ赤い液体が溢れとんじゃ中身は赤い箱なんじゃ <laughs> あの、赤い箱って言ったら、中身が赤い箱ってなるの白い器。これか。あ、わいちゃった。<laughs> 何もないんじゃ。あ、こっちにもあるね、でも。違うんかい。<laughs> <laughs> それにしたって、笑んでもいいだろ、お前。笑んでもいいだろ。中身見れば、あるかないか分かるだろ、お前。笑う必要もないだろ、美容師じゃん、お前。ワールドにする。<laughs> あ、いけなーい。力かけ。間違えちゃったって、ヘペロペロ,ペロペロペロみたいな感じ,じな。<laughs> そういうキャラじゃないだろ、お前。あ、これか。髪切れ。また髪切れ。大きな黒い箱の中。あ黒い箱とかあったっけや、黒い箱とかなかったと思うんだけどな。あ、なんかおったぞ、お前。ごめんな、ちょっと。<laughs> 俺のビオラちゃんがティーカップ終わってもたわ。力加減ができんかったんやって。ビオラちゃん最近聞い取り始めたけん、ムッキムキのマッチョマッチョになりそうな感じらしい。い <laughs> プロテインも飲んでるのどとかけど黒い器なんかな器じゃないわ <laughs> 黒い箱なんかないぞお前そもそも言うほど黒いもんって画面が真っ暗でさ若干色合いが黒え暗めやけどさ完全な黒っていうもんはないよなこれピアノもしかして箱かピアノ 確かにちょっと箱に近いっちゃ箱いい箱だったわ。これ箱だったわ。髪 <laughs> 切れて文字出てきた瞬間、あ、これ箱なんじゃ。箱って扱いなんじゃって。<laughs> ピアノのことを箱って言う人おる。酔わないわ。<laughs> 腐った頭の中。腐った頭え腐ったの頭の中ってさっきの緑のやつような。緑のカブチャような。緑のカブチャを全部見たし。うん。 踏みつぶわけないけど <laughs> んあカビ切れの下にさらに何かあるん身玉あるやん <laughs> いや、それさ、ビ切れ見つけたときに一緒に見つからんか <laughs> 一緒に分からんかなこれ <laughs> とりあえずここやな。えっ、ー、と、黒い髪のこの人は、淡い,い目のね、かざす。オッケー、吸い込まれた。 あちゃんと目入ったこれ人目入ったこれ分からんわ <laughs> 向かいの壁見つめようそうかあ日がまたついとるでこれあれか前作っていうかリメイク前だったら4つの音を鳴らすんが目的だったんやけど 今回、目玉を4人分返しに行くってのが目的になったんじゃ。向かいの壁だってこれ、亀裂しかなかったんやけどな。ん白い紙。いや、それ、いしだからさ、それさ、1回目見た時に気づかんのかな。<laughs> 暗いけん気づかんのやけどじゃあなんで今気づいとんねんって話なんだけど <laughs> 分からんわーこの作品はわあちょっと待って待って待ってお前さっきああえっと取ったら一気にこっちに逃げるでカボチャをあっふんじゃったふんじゃったふんじゃったうーんよしこっち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  よいしょーオッケーもうこんだろ、もうこんだろう。もう,こんろう来てる来てる危んっ止まりかけたでなよ、お前。<laughs> もうこんだろうと思うとい止まりかけたでないよおないな、お前。ふざけんなよ、お前。おるかな、もう。おらんだろう。おらんな。<laughs> え、出ない亀裂の中に何か入っとる見て、 髪髪なくなった髪抜き取られたんやけど、おい。抜き取られた。え伸ばしていいのこれ。とりあえず取れてみよう、これ。亀裂は奥まで続いている。空気は湿っていて、少し生臭い。生臭いまあいいや、とりあえず手伸ばしてみよう。何も手に触れない。何もないんさっきまで髪切れあったのに。 さらっと選んだけどさ、よく引きずまれずすんだなって引きずまれ引き込まれずにか。ああ！<noise> これまさかさ、あのさっきのなんだろうカエルくんを食べさせてあの蛇に食べさせたところまで戻るんじゃね？あの蛇がおるってところそこじゃない ヘビがおるってことはさそれは生臭いとか言おったけど確かに生臭さあるわこれ生臭さあるわこれそしてよう見たらこれ亀裂あるわよお考えたら入れそうな隙間よう入っていくなこんなちょっとやばそうなところにてかしさっきちらっとヘビ見えたしお亀裂入りっぽなしやしああ,あ 終わったんじゃアホな,なんかドスドスしている嫌な予感がするもうダッシュゅに逃げた方がいいような気がするああああああたやっぱり来たお前お前の出番終わったんじゃお前うぜろお前はお前はさっきのカエルくん食べためだなところで仕事は終わったんじゃお前は出しゃばるなお前はこれであれようやく引かせることができるわけで やったぜー。よっしゃーセット弾きません。何もしません。そしたら弾いてくれるんだろうあれこんな悲しい曲だったっけあれ曲違くないあれこんな曲だったっけこんな悲しい曲だったっけよっしゃー。これじゃあ二つ目か。 火くらないすか <laughs> <laughs>